VTuber メイドラミエ。やあ、鈴木ゆうきだよ。今回やっていくゲームは VTuber メイドラミエ。このゲームはですね、VTuber の女の子が画面から出てきて、主人公と一緒に同居生活するゲームだよ。いや、俺女の子と同棲するようなゲームばっかやいよな最近。まあ、どんな感じなんかは、まあやってみてやら、わかるやろ。うん。スタートだ。てかめっちゃ露出多かったな。ちょっとエッチなことで人気取るタイプの VTuber さんだかな。生きることに使えていた。いきなりどうした？てこいきなりどうした？うん、これからハッピーな展開が起きる人間の一言目じゃないよ、お前。社会に出てまだ5年も経っていない僕がそんなことを思うのは生意気かもしれない。あーでもね、そういうもんかもしれんな。その入社して5年までの間っていうのがさ、結構辛いと思うよさ。社会っていうのが分かってないうちに切磋琢磨する時期っていうのがさ、逆に5年過ぎたあたりからこそがさ、そのうまくやっていけるようになった時期かもしれんしさ。そう考えたらこれはみんなが通る道なんじゃないかなって俺思うんやけど、俺もそうだったような気がする。最近は割といけるけどな俺は。けどここ最近の仕事の忙しさは僕の心を腐らせるには十分すぎるほどだった。飲食業は大変だという話は聞いていたけど、まさかここまでとは思わなかった。大変なんじゃな。仕事に追われる僕の心の支えはとある VTuber の配信動画だった。ああ、そういう感じのね。ああ、そういう、はい、VTuber の配信が、その人生の生きがいって人もう今となってはさ、結構多いんじゃないかな。そういう感じの人か、主人公。仕事中の短い休憩時間に見る彼女の動画は、いい。ああ、一日のうちで間違いなく一番心が潤う時間だと思う。なるほどな。結構現代的な主人公やな。店長、また天使ラメーちゃんの動画を見てるんですか？店長だ！え、主人公店長だった！やべえ！一人の従業員かと思うとった店長くらいだったじゃん、主人公。上司からのさ、圧が辛いとかそういうんじゃなくて、店長なんじゃん、一番上なんじゃん、この人。予想以上に位高い人でびっくりしたわ。僕の店で働いてくれているアルバイトの女の子が声をかけてきた。あ、主人公、これが主人公か。なんて読むんだろう、これ。なるみかな。それしか楽しみがないからね。確かに動画を見ている店長は一番生き生きしてるかも。朝肌から見てもそんな感じなんじゃ。女の子の姿を見て鼻の下伸ばしとんかな俺。気づかんうちに鼻の下伸びとんかな。そんなに好きなんですか、私のことよりも。ねえ店長、私のことよりも。わあやばい、アルバイトの女の子がすごいヤンデレな感じで問いかけてきてるような気がする。娘の活躍を見てる気分だよ。あ、娘さんみたいな感じ。ああ、そういう人もおるかもしれんな。この人、主人公、店長って言うからには、そこそこ年いっとるかもしれんしな。いくらぐらいなんかはちょっと想像がつかんけどさ、20代の若者って感じじゃなさそうなもんな、店長って聞いたら。そう考えたら、娘って感じなんか、VTuber さんって。そういう人から見たら。そういう人もおるんだろうな。危険なオタクみたいなこと言ってます。まあそうやな。ネットのこととかあまり興味ない人からしたらそんな感じかもしれんな。ドン引きされてしまった。けど、天使ラミエのラミエだったな。俺最初ラミエか、天使ラミエって読みよったけどさ、ラミエなんやなって、スタート画面のタイトルコールで思ったよ。の動画を見ているときは、本当にそんな気分になるのだから仕方がない。なぜなら、彼女がデビューした時からずっと彼女を見続けているのだから。あ、いいね。その、最初の頃からっていうところね。そりゃ、愛着湧くな。最初から追いかけよんじゃ。だったらどんどん成長していく姿見ようけん。確かにこれ、お父さんの目で見てしまうわな。
彼女に出会ったのは本当に偶然だった。まだ僕が学生だった頃の話だ。え？当時から世間では動画配信コンテンツが大人気で、おたつき師だった僕はその中でも VTuber にハマっていた。いろんな VTuber の動画を漁っていた時にデビューしたばかりの彼女の紹介動画を見つけたのだ。おお、なるほど。皆さんはじめまして。この度 VTuber としてデビューしました、天塚ラミエです。ラミエです。天使に昇格するための試練として多くの人間の心を癒しなさいって神様から仰せつかりました。なるほど、こういう感じの設定なんで、設定って言ったら失礼やけど、そういう感じのストーリーあるんね。たくさんの人を癒して天使に昇格して、もっと多くの人々を幸せに導くのが私の目標です。おお、ほんまに最近の VTuber してる感じがある。どこの所属だろうな。チャンネル登録よろしくお願いいたします。やべえ。この背景ストーリーの濃さっていう感じはホロライブさんにおりそうな感じの人やな。ありきたりな内容に加えてイラストは静止画だし、背景は塗りつぶしで手抜き感がすごい。こんなクオリティでは誰の目にもとどまらないだろう。きっと事務所に所属しているわけではなく、個人でやっている VTuber さんなんだろう。それにしたってもう少しうまくできそうなものだけど。私は見ての通り見習い天使のメイドさんなので、皆さんのことはご主人様と呼ばせてください。メイド喫茶やん、これ家でもできるメイド喫茶みたいな感じになっとるやんこれ。リモートメイド喫茶みたいになっとるぞこれ。あーいいな、リモートメイド喫茶ってなかなかいい響きじゃない。あーこれ結構いいアイデア思いついたんじゃねえよこれ。この動画見てる視聴者さんどうですか。リモートメイド喫茶って、ね、いいんじゃない。リモートでもやもや気にさせてもらえるメイド喫茶とかさ、結構商売としてありじゃねって考え始めてきた。ゲームに関係ないけどな。普通に考えればクオリティの低い VTuber で他に見るべきチャンネルはいっぱいある。それでも僕はチャンネル登録してみるか。彼女のどこに惹かれたのかわからないけれど、そこからこれから成長していくであろう彼女を見守りたい。そんな一心でチャンネル登録者第1号として彼女の活動を追っかけるようになったのだった。1号なんじゃ、マジで。へえ、こう、そりゃ確かに愛着湧くな。自分が一人目って分かっとんじゃこの時点で。彼女のチャンネルは日に日に成長していった。今日は重大発表です。なんと、じゃーん、私のいるこの世界が鮮やかになりました。あ、つまりお金を使ってその外注してした分が届きましたってことかな。いい。まず背景がしっかりつくようになった。今日から私動きます。それまで今までキャラ絵だったのが動くようになった。おう、最初キャラ絵だったんじゃ。ライブ 2D しか使わずに立ち絵で使っとったんやな。あー、これから VTuber 始める人あるあるみたいなところあるな、これ。あー。ちょっといつもと世界の構築を変えてみたんですけれど、どうでしょうか。世界の構築とか、世界観、ちゃんとしっかりしとんがすごいわ、この人。自分のキャラ考えてやいよやな。画面もだんだんと見やすい構成になっていった。ご主人様が応援してくれたおかげで、もっと頑張れるようになりました。あー、いいね、いいね。そのやっぱ視聴者さんの応援があってこそやけんな、配信で。みんなが笑顔になれるように精一杯尽くさせていただきますね。彼女自身も天使や女神のように本当にいい性格の女の子で、僕のようにそこそこ控えていくオタクも多ければ、彼女を見て初めてオタクになる人も多かっただろう。うん。そして彼女は今やチャンネル登録者100万人に上るトップ VTuber として成長していったとなった。やっべえ。おい、ほんまにホロライブとかそのレベルの人になったね。どっかの上司、事務所所属しとんかな。しばらくはお店暇そうなので、店長はもう少し休んでていいですよ。あ、バイトの女の子にちょっと気使われて。ごめんな、バイトの子。休憩終わりにそう言われた。ホールを確認すると確かにお客さんの数のまばらだし、アルバイトの子たちで十分回りそうだ。浮かしかけた腰をもう一度下ろす。最近はあまり眠れていなかったし、
1時間ぐらい仮眠を取ることにしよう。よろしく頼む。忙しいんやな。アルバイトの女の子にそう言ってまぶたを閉じる。するとすぐに眠気はやってきた。眠り始めの独特の浮遊感が体を包む。真っ暗な世界で何かに身を任せて浮いているような感覚だ。そしてゆっくりゆっくりとそこに向かって沈んでいく。意識が朦朧とする中でふと聞き覚えのある声がした。バイトの子かな。真っ暗な世界にいたんです。あれ、この声は僕の知っている声だ。暗闇の中に響くその声にじっと耳を傾ける。何もなくてどこに終わりがあるのかもわからない世界。あれ、なんだ、 ASMR の配信が始まった。伸ばした手の先でさえ見えないほど闇に侵食された世界。そもそも私に体があるのかどうかもわからなかった。自分が何者なのかもわからなかった。自分が存在しているのかどうかもわからなかった。この意識がこのまま暗闇に溶けてなくなってしまうんじゃないか、そんな風に思っていました。でもなんだこれ、 ASMR。 深淵の底にいる私に光を届けてくれたのはあなたでした。え、ワイド動いてるな。ワイド動いてるな。タチ、これ画面消せんのかな。ちょっとウィンドウ消せんのかな、これ。違う、セーブじゃなくて、いや、ロードでもなくて、違う、進めてるんじゃなくて、ウィンドウだけを消すとかで、あ、で、え、ちゃう、あれ、できんのかな、ウィンドウだけ消すん。だからこそ、今度は私があなたに光を届ける番。彼女が僕に向かって手を差し伸ばしてきた。僕は密に吸い寄せられる蜜蜂のように、その手を握ろうと近寄っていく。あと少しで彼女の手に触れられる。そう思ったところで見えない何かにつまずき、盛大に転んでしまった。うわっ！え？彼女を巻き込んで押し倒すような形で転んでしまう。いて。僕は目の前の光景に固まってしまった。あらら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 、あらららららら、白だ、白だじゃねえよ。一番最初にパンツが見えたらしいわ、この人は。ドスケビですね。あー、なんか最近こういうゲームしかやってない気がする。あー、メッセージウィンドウ消せればいいのに。あー。自分のあられもない格好に気づいた彼女が一瞬で顔を赤くする。そして至近距離で僕と目が合った瞬間に大きく息を吸い込んだ。いやー、ご主人様のエッチ変態。違うんだ、そういうつもりはこれっぽっちもなくて。てか、なんで触れてるんだ。やばい、主人公の手にすごい汗ダラダラってなってる。しかし、言い訳なんて聞く耳も持たないとでも言うように、彼女は右手を大きく振りかぶった。うるさいです。ヘブ！ありがとうございます。夢の中にいるはずなのに、そうビンタは体の芯まで痺れてしまうほどに痛く感じたのだった。店長、起きてください。店長！あれ？夢だったん？ガチで夢だった。やべえ、最近の ASMR ってさ、ビンタさえやる感覚もバッチリ伝わってくるんか。やべえよ、最近の ASMR の、ASMR って言うのか、それは。なんか AR で体験してるみたいな感じになってる。目が覚めると先ほどのアルバイトの女の子が僕の顔を覗き込んでいた。お前か、お前なんか、お前がビンタしたんか実は。時間を確認すると店の閉店時間である深夜0時を過ぎている。どんな時間までやってんの、大変ですね。これはほんま。そういうもんなんかな、こういうバー的なお店って。1時間だけ仮眠を取るつもりが数時間近く眠ってしまったらしい。
しっかりしてくださいよ店長。ああ、ごめん、おアルバイトの女の子すごいかわいそうなんやけど、こんな時間まで店長眠って眠ったまま働かされてかわいそうなんやが、ちょっとこれ今日の売り上げです。差し出された茶封筒を受け取る。中身を確認すると平日とはいえそれなりの額のお金が入っていた。さすが系列店の中で一番繁盛しているだけある。店の売上をカバンにしまうと自然とため息が漏れてしまった。店をほどらかしにして眠っていたはずなのになぜか妙に疲れていた。夢の内容を思い出そうとしてもこれは霧わからんけどがかかったようになっていて思い出せない。確か天使ラミエがラミエだったっけ、あれだと発音がちょっと飛んでしまったんやけど、天使ラミエ、あれ どれやったっけが出てきたような気がするんだけれど、まあいっか。私も上がりたいんですけど終電もあるので。ああ、お疲れ様。それから今日はありがとう。僕はそのまま他店舗を回るから店の戸締まりだけお願いするよ。他店舗回るのこれ、レイジャーなのに店長大変すぎんか。あんた店長大変すぎんか。他店舗というのは僕が働いているコンセプトカフェの系列店のことだ。系列店は全部で5店舗ある。そう全てを僕一人で管理しろと店のオーナーから言われていた。ブラックすぎる。やばい、店長よりもさらに上の人がおるわ。そうや、オーナーっていうものがおるんか。こうなると、あー、もうちょいさ人で雇ってくれ。これがなかなか大変なんだけど、僕の仕事の激務具合は従業員にあまり知られていない。いいですね、店長は。寝てただけなのにお金が入ってくるんですから。違うよ、ちゃんとさ、もっと大変なことしよんよって言いたいけどさ、数時間眠っとんは良くないよ、確かに。あからさまな嫌味だ。胸が苦しくなる。起こしてくれればええのにって思うんやけどな。言い返してやりたい気持ちをぐっとこらえて、愛想笑いを浮かべる。ごめんな、今日は本当に助かったよ。謝るくらいなら特別ボーナスください。店長のおごりで焼肉でもいいですよ。叙々苑か。あ、 VTuber の女の子がみんな行きたいと思っている叙々苑か。最近の若い子はちゃっかりしてるな。わかったよ、迷惑かけたのは本当だし、今月分のバイト代少し多く入れておくよ。やったー、さすが店長。行ったからにはちゃんと約束してくださいね。5倍ですよ、5倍。5倍はあかんだろ、5倍はあかんだろ、お前取りすぎよお前。もちろん。じゃあ僕はもう行くから、あとはよろしくね。あとはよろしくねでいいんだよ。バイトの女の子にどんだけ知るんだよお前。バイトよな、この子バイトよな。はい、お疲れ様でーす。こんな元気なんちゃう。最近の女のアルバイトの女の子めっちゃ働くやんけ。俺だったらやだわ、こんな夜中まで働いて、そんなお疲れ様でーすみたいな元気ないわ、俺だったら。店を出た瞬間、僕はため息をついた。今月のオーナーへの売上報告で、また無駄な金を使ってと怒られるんだろうな。まあ、いつものことなんだけど。さっきも言ったけれど、コンセプトカフェ5店舗を一人で管理するのは簡単なことじゃない。いや、1店舗でも大変だろうに。今日も全ての、店舗の売上金を回収し、帰路に着く頃には、時計の針は深夜4時これ明日も仕事なんかな。明日も仕事があって深夜4時はブラックにもいいとこやぞ、お前。あ、それ、飲食店あるあるとかじゃないだろうな、お前。さすがに。それはさすがにあるあるではないだろうな、お前。おい。売上金を回収するだけなら、そこまで遅い時間になることはない。お店で閉店まで働いてくれているアルバイトの中には、すでに終電をなくしてしまって、自力では帰れない子もいて、そんな子たちを車に乗せて、一人一人送っていかなければならないのだ。ああ、なるほど。店長なりの優しさ点があってのことか。すると、どう頑張っても家に帰れるのは深夜4時以降。遅い時では明け方近くになってしまう。あまりにも帰りが遅くなる日は、家に帰らずに、店の近くのネットカフェに泊まることも少なくないほどだ。今日は珍しく深夜4時には全て終わらせることができたので、約3日ぶりに家に帰る。珍しくて3日ぶりなんかって話してるけど。なんかこの店長さんさ、
かわいそうになってくるわ、これ。もう。ローキーはちゃんと守られてるんか。残業代出してあげろよって思う。ただいま。その言葉は虚しく響いただけだった。一人暮らしなのだ。しょうがない。あ、でもなんか、こんだけ働いとうけん、給料がいいんか。机の下におる、この、デスクトップ PC はなんか、ガレリアやな、これ。この形、ガレリアじゃね俺のパソコンもガレリアやけど、こんな形しとるで。結構いいところガレリア買ってない、この人。そんな感じに見えるわ。もしかして、これ、一台で、二十数万とかするやつじゃないのそんな気がしてくる。返事をしてくれる誰かがいるのなら、仕事に忙殺されている僕の生活も少しは彩り鮮やかな日常になるのかもしれない。そんなことを考えながらベッドまで歩いて行って身を投げ出そうとした。ん？机の上に開きっぱなしにしていたノートパソコンが起動している。お？ノートパソコンも持っとんじゃ。デスクトップだけじゃなくて、3日前に家を出る前、しっかりシャットダウンにしていたはずなんだけどな。そうでなくても3日間ずっと触っていないので、スリープモードになっているはず。なんで起動しているんだろう。壊れてしまったんだろうか。不審に思って机に近づいた、その時だった。うわぁ、まばゆい光がノートパソコンの画面から溢れ出した。とっさに顔を腕で覆い、目をつむる。あまりの眩しさにノートパソコンが爆発したかと思った。やがて光が収まっていくのを感じ、恐る恐るまぶたを開けてみる。ああ、え、自分の目を疑った。何この曲。目の前に美少女がいた。周囲に飛び散る光の粒子は彼女の体から溢れているようだった。二の腕や太ももがむき出しになるような露出度の高いメイド服を身につけている。いや、これ世の中のメイド、そんな服着ねえよっていう感じのな。白くて柔らかそうな肌は、戯れを一切受け付けないほどに尊い。いや、こんな子が収益化した場合さ、ちゃんと収益化できるもんなんかなって思ってしまうよな。YouTube ってさ、収益化しとったとしてもさ、ちょっとセンシティブな内容の、配信だった場合さ、その広告がほとんど載せられませんみたいな感じの制限食らうんよな。俺もよく食らったことあるし。虹の中に幻想的な光景がある。そしてその中心にいる彼女の名前を僕はよく知っている。あ、天塚ラミエ。まぶゆい光に包まれてノートパソコンから飛び出してきた彼女は大人気 VTuber である。あ、これ、天塚って読むんか。天使って読めよったわ、お前。天塚って読むんか、もうさては、これ。これ書いて、天塚ラミエって読むんか。あ、そういう感じか。あー、なるほどね。そういう、天塚ラミエだったんじゃ、これ。天使ラミエかと思ってたから、ちょっと読み方振ってくれんかったらわからんって、これ。あー、そうなんじゃ。彼女は光に包まれて、宙に浮いている、やべえ、VTuber あるあるが何個も飛び出してきてんやけどさ。その始めたては背景がなんかガサツとかさ、今のさ、こう書いて別のこう感じで書いて実は別の読み方すきますみたいな感じもさ、 VTuber でよく見るよな。やがて目を開いたラミエは、自分の体を確かめるかのように両手を見つめ、握ったり開いたりを繰り返した。出てこようとして出てきたんか、それ。え？得意げに微笑むラミエを黒目で見ながらも、目の前で起きている出来事が信じられない。何度もまばたきを繰り返したり目をこすってみたりしてけれど、ここは僕の部屋だし、目の前のラミエは消えたりしない。よいしょっと。宙に浮いたものだったラミエはやがてゆっくりと床に足をつけた。わあ、やべえ。いやー、やべえな、これ。メッセージ、これ、ウィンドウ消せんかな。このタッチ、さ、メッセージウィンドウなしで見たいわ、これ。なんでだって、父がね、父の垂れ方が素晴らしいんですよ、これ。
そのビキニでちょっとへこんどる部分がさ、フェチポイントじゃないですかね、俺。あ、B で消せるんで、 B で消せるんで、気づかんかった、気づかんかった。いや、そうよな、消せてもらんかったらちょっと醍醐味っていうのがなくなるもんな。見えるわ、見えるぞ、みんな邪魔なものなしでさ、この子の体がまじまじに見えるぞ、見える。なんか頭の上浮いとんやな、なんかそういう感じのがあるんじゃ。天使じゃないわ、天塚ラミエが僕の部屋に降り立っている。高レベルに仕組まれた泥棒かと思う。どういうレベル。何が高レベルに仕組まれたじゃん、お前。目の前にいる彼女からにじみ出ている優しさは本物だ。これでご主人様に一発と奉仕をすることができます。今見た、メッセージウィンドウで隠れとったかもしれんけど、おっぱいがボロンって揺れたぞ。すげえ、さすが 3D。 随分と大胆で、そして大きな人いうことだ。どんなご奉仕をされるんだろう。期待してる、期待してる。やる気を見逃させている彼女には悪いけれど、さっきまでの神聖な雰囲気が台無しである。まずはご主人様を見つけないと。いや、俺のこと見えてないんか。目の前におるやろ、ご主人様候補おるやろ。彼女はまだ僕がいることに気がついていない。ご主人様って誰のことだろう、僕のことだろうか。そんなわけないよな。確認のために恐る恐る彼女に近寄って声をかけてみた。あの、いや、これで話しかけてさ、近寄るな、クソ豚って言われたらどうしよう、俺。あ、よかった。クソ豚とか言われなかった。さっきから邪魔なんだよ、目障りなんだよ、消えろみたいな。あ、好きな人はその方が好きかもしれんけどさ、俺は嫌いなんだ、そういう罵倒とか。ガチ切れちゃう。女の子に罵倒されても俺ガチ切れちゃう。ラミエが驚いたように飛びのく。ガチで気づいなかったんじゃ。そして、着地の瞬間、地面に散らばっていた雑誌を踏みつけて、つるんと滑って、尻餅をついた。ひどいですよ、ご主人様。いきなり声をかけて驚かすだなんて。ああ、これな。俺がバイオハザード4のレオンだったらさ、君のお尻なら大丈夫だっていうところだった。あ、いや、その、ごめん。美少女に涙目で見上げられて焦ってしまい、勢いで謝っていた。それでもラミエの憤慨は止まらない。勢いよく立ち上がって僕に詰め寄ってくる。そもそも部屋が散らかりすぎです。どうして床にいろいろと物を置いているんですか。しっかりまとめないとダメじゃないですか。めっちゃダメ出しされてる。メイドやけんそういうところだと目につくんか。うん、グーの根も出ねえみたいな感じになってる。机の上もごちゃごちゃしてますし、ベッドはこれ、シーツとかお布団とかちゃんと洗ってます？あ、洗ってる。最後に洗ったのはいつですか？2年前かな。ちゃんと洗ってねえんだよ、それ。それちゃんと洗ってねえって言うんだよ、お前。そんなの洗ったうちに入りません。せめてシーズンごとに洗わないと。シーズンごとって言い方。ちょっと待ってくれ。さらにダメ出しをしようとする彼女の言葉を慌てて遮る。まず何が起こってるのか説明してくれよ。帰ってきたらいきなりパソコンが光ってラメちゃんが出てきて、もう何が何だか。ただでさえ目の前で起こった出来事を理解していないのに、畳みかけるように説教されると頭がおかしくなってしまう。ラミエは少し僕から距離を取って深く頭を下げてきた。ご主人様のお部屋のあまりの汚さに取り乱して、いろいろと話さないといけないことをすっ飛ばしちゃいました。あ、お前はん、割と失礼なことを言うね。謝られてるのか、とぼされてるのか、わかんないな。 B ボタンでちゃんと消えるんよな、これ。まあ、僕の部屋が汚いことは事実だけどさ、そんなに物落ちてないわ、多分散らばった部屋が作るのはちょっと面倒くさかっただけなんだろうな、制作者のグループがね。こうしてリアルの世界でお会いするのは初めてですね。あ、こっちのことを認識してるんじゃ。初めましてと言わせてもらいます。分かっとんじゃ、この子も俺のこと。私はマツカラミエ。
ご主人様をダメやな。バーチャルの世界から飛び出してきました。いや、飛び出してきたって言われてもどんな超常現象だよ。当たり前のようにそんなことを言われても困る。え、なんだこれ。え、まさか俺が生きているこの世界もバーチャルの世界だったんか。実はそういう感じの SF ありそうな気がするそうだな、バーチャルからバーチャルに来てもおかしくないもんなみたいなだったらそうだなみたいな。っていうか、どうして僕のところに来たんだ。ご主人様を笑顔にするためです。もうなんかちょっと言う、体動くたびにチッチ揺れるんよな。狙ってるなお前。それでチャンネル登録者100万人稼いできたんか。さては、なんで僕なんだ。ご主人様は私にとって特別な人だからです。わっ、こっちのこと認識してくれとんじゃん。めちゃくちゃわ、最初から、いい子やな。そう考えたらいい子やな。チャンネル登録者100万人とかになったらさ、一人一人のことなんかなかなか覚えてられんのだろうに。その言い方からしたら、最初の方から追ってくれたこの人はみたいな感じで思ってくれるんじゃん。特別？はい、ご主人様は私に光を与えてくれた人なんです。うー、で割とでかいな俺の立場はこの子にとって割とでかいな光を与えてくれたってなご主人様はチャンネル登録者がいなくて一人ぼっちだった私にいっぱい話しかけてくれましたよね。ああ、なるほど。 VTuber アマスカラアニメの成長を見守っていきたい。そんな思いから彼女の動画配信を毎回欠かさずにチェックし、コメント欄に応援の言葉を書き綴っていた。チャンネル登録者数が少しずつ増えてきてから配信されるようになった生配信では、チキンにコメントを打って動画を盛り上げようとしていた。あ、いいやつじゃ。この店長さんも、主人公も、いい人やな。でもそれはファンとして当然のことじゃないのか。ほとんどの人が私の配信を見て素通りしていく中で、ご主人様だけは違った。うん。ご主人様がいっぱい話しかけてくれたおかげで私にジグが芽生えたんです。そうなんよな。その始めたの頃ってさ、なかなかコメントしてくれる人っておらんのよな。その見に来てくれてさ、あの視聴者数の数はちょっと増えたり減ったりするんやけどさ、増えてコメントがこんまま減るんよな。その感覚俺もようわかるわ。だからめちゃくちゃコメントしてくれるっていうさ、気持ち、ありがたいって気持ちはすごい俺もわかる。ご主人様からもらった言葉はどれも覚えてます。おお。ご主人様は覚えていますか？私が弱音を吐いてしまった時のこと。そういえばそんな時もあったような気がする。チャンネル登録者がまだ100人も超えてなかった時、ラミエはひどく落ち込んでいた。そんなラミを励まそうとしていろいろとこういう言葉をかけた気がするけど、あの時ご主人様からいただいた言葉は今も私の宝物です。その言葉が私に勇気と希望を与えてくれたんです。うわー、いい子じゃこの子、いい子じゃこの子、めちゃくちゃ。あの言葉がなければ私はここまで多くの人の心に触れることはできなかった。だから私にとってご主人様は特別なんです。あー、わーわー、感じ取った。俺この子本物天使だと思ったね。もうそう言って僕の手を取り、胸元で握りしめてくるラメだったが、僕はその当時ラメにかけた言葉を思い出せないでいた。ごめん、僕は何と言っていいのか分からず言葉に詰まってしまう。そんな僕を見てラメも察したのだろう。寂しそうに笑って僕の手を離した。大丈夫です。ご主人様が覚えていなくても私がご主人様から勇気と希望をもらった事実さえあればそれで。うわー、いい子やなほんま。そして彼女は改めてにっこりと微笑む。だから今度は私がご主人様に勇気と希望を与える番です。リターンしてくれるんじゃ僕に。主人様、最後に笑ったのはいつですか？ついさっき自分の店で笑ったけど、愛想笑いじゃないんかそれ。ああそれアルバイトの女の子にやった愛想笑いのやつじゃないんかお前。そういう笑顔じゃないです。はい、そうです、その通り。そういうのを笑顔というのはありません。愛想笑いって言うんです。
てか、ここの中で愛想笑いって言うよったじゃないか、お前は。怒られてしまった。正直に答えただけだったのに。心の底から楽しいと思って笑ったのはいつですか？そう尋ねられて、僕は思わず口をつぐんでしまった。もう長いこと、心の底から笑えていないような気がする。どうやって笑えばいいのかを分からなくなってしまった。ロボットみたいになってるね。なんかロボットみたいな感じになってる。感情しないロボットみたいな感じになってる。いつもお客さんやアルバイトの子たちに営業スマイルを見せ、上の立場であるオーナーには愛想笑いを浮かべる。そんな生活が当たり前になってしまっていた。ああ、作った笑顔だけで過ごしてくるような生活を続けてしまったんやな。ご主人様の心は枯れかけてしまっているんです。あ、確かにそうだね。枯れかかってるな。枯れかけてますね、これ。そういう言い方する人初めて聞いたけど、その通りですね。でも大丈夫です。必ず私がご主人様の心を癒してみせます。もう俺としてはですね、そのダイナマイトボディでなんか心いっぱいいっぱいな感じがするけどな。それが私の VTuber としての最後の役割ですから。え、最後って何？何ぞ最後って言葉すごい引っかかるんやけど。その言葉を受けて心がドクンと高鳴るのを感じたのだった。それから一息ついて落ち着き、お互いに、床の上に座ったところでラメがこんなことを尋ねてきた。ご主人様は私がなんで VTuber を始めたのか覚えてますか？確か神様から天使になるための試練を与えられたんだっけ。多くの人を幸せにしないといけないんだよな。あ、言おった言おった。そんなこと。さすがご主人様、しっかり覚えてくれていて嬉しいです。ん、基本だよこれは。お、忘れかけとったけどな、これ。その理由がどうかしたのか？よくぞ聞いてくれました。ラミエは得意げな顔で胸を張る。胸を張ったら、そのボインってなるから。実は私、この度、神様からの試練をクリアして、天使の仲間入りをすることができました。あ、そうなんじゃ。あ、天使に仲間入りするんじゃ、チャンネル登録者100万人とかいかなあかんかったんじゃ。壁高えな。天使の壁高えな。は？だからこうしてバーチャルの世界から外に出てくることができたんです。いや、そういうシステムなん。バーチャルの世界ってそういうシステムなん。100万人超えたらバーチャルの世界から外に出てもいいですよみたいな、そういうシステムあるんじゃ。 VTuber って俺初耳やぞ。俺 VTuber になってから1年と10ヶ月たったけど初耳やぞ。いや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 、誰か助けてくれ。僕の脳みそはもうパンク寸前だ。仮にそうだとしても、ラミエの言うことを全部受け入れたとしても、どうして僕の前に現れたんだ。天使の仲間入りをすることができたのなら、さっさと天界にいた方がいいんじゃないのか。ご主人様はもう忘れてしまったんですか。しょうがないですね。私がご主人様のところに来たのは、ご主人様のことが心配だったからです。え、俺のことが？僕のことか？はい。昔のご主人様は、私が動画を配信するとすぐ見てくれました。生配信だと1時間前から部屋に入っていました。それは早ないか。俺でも30分前ぐらいやぞ、お前。はい、いや、そんだけ注目しとったんか。まあ気持ちもわからんでもないけど。でも、今はそういうこともなくなって、動画を見てくれても疲れ切った顔で笑うこともなく、淡々と見てたから。顔、こっちの顔見えてたん。やばい、盗撮されてたんか。僕は今でも彼女の動画を見ている。夜遅くになってしまって、次の日の朝が早い時は一睡もせずに彼女の動画を見ていることだってある。どんなに時間がなくても、ラミエの動画を見ることだけはやめられなかった。ご主人様は私を産んでくれた大切な人です。え、産んではないでしょ。そんな大切な人一人を幸せに。産んではないでしょ。天使を名乗るなんてありえません。産んではないでしょ。VTuber で VTuber を産むっていうのはさ、その 3D のそのライブ 2D とかのさ、モデルの制作者のことで大事言うことであってさ、視聴者第一号に対して言うことではないと思うんやけど。だから神様にわがまま言ってご主人様のところに来ちゃいました。わ、神様ありがとう。神様、
この子のわがままを許してくれてありがとう。来ちゃいましたっていいのかそれで。とトッピーかな、トッピーな話の連続だった上にここ3日間まともに寝れてなくて使い切ってしまっている頭ではよくわからないけど、目の前で僕のことを見つめているラミエはにっこりと微笑んでいて、それだけで僕の心が潤っていくような気がした。久しぶりの感覚だった。まだ学生だった頃に自分の将来についていろいろと夢見てワクワクしていたあの感じだ。これからよろしくお願いしますね、ご主人様。ラミエにそう言われた瞬間、眠気が限界を超えてしまい、その場に倒れ込むように深い眠りについたのだった。こんなタイミングでか。すごい気になるメッセージが出てきたけどさ、ここで終わるか。セーブして、この後どんなに眼福な姿が見えてくるのでしょうか。そしてラミエは僕にどんなことをしてくれるんでしょうか。楽しみで仕方がありません。皆さんご視聴いただきありがとうございました。面白かったと思う方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで週明け